仏教伝道教会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道教会の提供でお送りしますこんばんは笑い飯の哲夫です仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組サタデーナイト仏教ですさて今月のゲストは 和歌山県にある新宮市鉱山寺のご住職福井良王さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや福井良王さんとおっしゃる、えー、お坊さんに来ていただきました。この経歴がですね今までのゲストの方ではなかなかなかったようなパターンのお坊さんでいらっしゃいまして、僧侶になってから慶応義塾大学を卒業なされてで広告代理店の 博報堂に入らはって、はいで、マーケターとして活躍した後にで、辞めて、そして今に至るという、いろんなことをされてる方という。はいえー、う中途半端に。いやいやいや、全部極めて今に至るというふうにお見受けさせてもらってますけれども、<laughs> はい、いやちょっとね、聞きたいことがありすぎて、なんですけど、えー、ちょっと一番、あのー、僕が気になったとこから聞かしもでていいですか。はい 王さんというのはこのお坊さんのお名前でいらっしゃいますよね。生まれた時は良平だったんですけどもあ<ー>あのお坊さんに、ま、高,校卒あ高校の時ですね、はい、あのお坊さんにな,りなる徳道。 受けましてて<あ>その時にあの名前をい,ただいてですね、えーはい、でうちのお寺にあの王郷商人という方があのうちのお寺をか開かれたんですけども、はい、まあその方の王という字から一時頂い,いてですね「両王」という名前になりましたあそうなんですかあこの鉱山寺さんを開かれた方の、はい、だいぶじゃあその先人のお坊さん,んそうですねもう1590年豊臣秀吉の時代ですね。の,あの両郷さんという。 大御さんの王はい。いや 慶應義塾大学の、その慶應の王というのが両王さんの王やから、<laughs> 慶應出身でその慶應の王を取らはったんかなっててっきり思ったんですよ。あ,あの、そういうふうに言われることもありますが、関係ないですね。そう、ねはい、関係ないんですか。関係ないです。いや、なんか、いや、それもまたお寺さんで珍しいなと思ったんですよ。自分の出身大学の大学名一文字、<laughs> そういう名前に拝借すると、これ聞いたことないなと思ったんですけど、あ、なるほど。そうなんです。ちょ改ざんの方の、はい。え、改ざんの。はい。 へーあ,あ,あ,あそうでしたかでさっきにじゃ高校の時やからその「良王さん」というあのたまたま慶應義塾大学の「王」という字をいただかはって、はい、でその後慶應義塾大学に行かはったということですか、はい、あそうですね、はい、<れ>順番はそういう順番ですそやけどんか不思議なご縁は感じなかったですかそあそうですね本当にこう不思議なもんだなと思いましたし私本当この王御承人という方について今もあの研究してるんですけども、はい、あの い,いろんな方が研究されているんですが細々とですけどねやっぱり研究者がおられて、はあ、そういった方からも「はい、あ,のあなたは王御上人に導かれてこうやって研究してるんだ」とかっていうことをよく言われますんで、はあ、言われれば言われるほどこう意識してしまうところがありますねえ自分からその名は「体」を表しに行ったようなところはないんですかあ全然そんなつもりはなかったんですけれどもその王郷さんの「お」いただいたから「慶応に行かなかったみたいな <laughs> それはたたまたまご縁ですねはたまでたま、ね、ええー いや本年でですね。で、そう高校の時特等なさって慶応医科はって、で、そこからすぐにお坊さんに戻るというわけじゃなくて、白宝堂に入社されて、このまたなんでその白宝堂を目指さはったんですか？えっと、やっぱこうし修業してる時にですね。はい、あのー、まあ一年だけ私その大学休学してから、はい、あのー。 修行、大学休学してから修行に行ったんですけれども、ほほほほその一年間勉強していた間に。<ー>そのマーケティングとか、はいえー、ブランド論とかですね、そういう授業受けてたんですよね。それで、あの修行に行った時に。あのマーケティングとか、ブランド論とか、<ー>そういうものっていうのは、このお寺に。 もう必要なんじゃないかなっていうことをすごく感じるようなことがありましてそれでこのマーケティングと仏教っていうのをあのまあどちらもこう 興味深くて、まあ根っこでなんか繋がってるんちゃうかなっていうふうに思うようになったんですよね。はい、それでまあ自分の仕事としてマーケティングをやっていきたいなというふうに思った時きに、はい、あの国保代理店っていろんな業種のねマーケティングの仕事をしますから、はい、あこれはあの国保、えー、代理店いいかもなというふうに思って、はい、あのマーケッターとしてあの入社するということに決めました。 うわ、そやけど、その、白報堂に入ってきやって、同じような、その、マーケティングのね、お仕事される方って、その、言うたら、良さんみたいな感じに、根っこに仏教との共通点とかと、感じずに、マーケティングやってはる人が、<laughs> まあ、大半じゃないですか。まあ、大半ですね。 ちょっとそのところでなんか、はい、あの同業者とのなんか差みたいなも感じなかったですか。あ、そうですね。あのそういう意味ではちょっと自分が特殊な視点を持っているなという気はしていましたけれども、はい、あのまあ私が発国ほど入る前にですね、<い>あの私をあの、えー、電通に。 同じようにです、ね、牧師さんがおられるぞという話で紹介してくださったことがあってですね、えー、ああ電通にはそういう牧師さんで、えー、それでその宗像信彦さんという方なんですけど、はい、まあその方とあのお話しさせていただく機会があって、えー、で私がその宗教とか仏教と、はいえー、マーケティングってなんか根っこでつながってる気がするんですよねっていう話をさせていただいた時に、はい、あそうだよ もう一言目に本当そうだよっていう感じでお話していただいて「あ,あ君も気づいたか」みたいなね。えー、であやっぱりそうなんだっていうふうにあの、はい、思って。 で、で、まあ、いろいろお話しさせていただく中で、ええ、あの、あ、これは、やっぱ、自分の持ってる。ちょっと特殊な視点なのかもしれないというふうに思いながらも、はい、これは、ちょっと、極めていきたいなというふうに思った次第ですね。うわ、ちょっと、オカルト話に聞こえましたね。<laughs> 君には、それ、わかるのかっていう、急に言われる、ねあ。そうです、そうです、そうです。なんか、駅のね、こう、雑踏の中で、ええ、なんか、一人の、なんかね、おじさんが。すごい、なんか、薄暗く見えると、うん、あの人は、なんか、すごい、あの、苦しいことがあるのかな、みたいなで、声かけよう、みたいなで、バーって、その人の、に、ね、近づいて。 言ったらそのおじさんが君には僕が見えるんかって言ってうわお化けやったーみたいなの怖い話とかねみたいな感じっすみませんそんな変な共通点思っちゃいましたけど君にもわかるんかとマーケティングとその宗教の何か根っこのつながりがあって六本木のアマンドでそんな話しましたあら大都会で待ち合わせのメッカだもあそうですそうですはいや結構何かが始まる喫茶店やと聞いてますあやっぱりそうですかえやっぱ大都会のあの六本木でっていうね やっぱ、あこからか、あの、下っていったところに、やっぱ M1 会場もあったりとかして、僕もなまあ、覚えてますね。アマ,マンドのところから、わあとこう、下っていったところのテレアサいうところで、やっぱこう、M1 何回も挑戦したなっていう。で、そこでやっぱり自分のなんかね、こう、 あのったやらせてもらう場っていうのも広がっていったのかなっていうような、まあ、無理やりちょっと近づけてますけど、ええ、バンドにねいや。せやけど、なんかやっぱあるんでしょうね、そういうね、なんか出会いっていうのは、でも確かにその、ね、仏教でいうところの因縁というようなご縁でもあったりとかしますし、うんうん、でもその両王さんが気付かはったそのマーケティングと根っこで仏教がつながってるっていう、そのマーケティングっていうのは、そもそもどういうものなんですか。はいいあありがとうござまます、えっと、マーケティングって、まあ いろんな説明のね仕方があるでしょうけれども、はい、まあ私の解釈ではあの売れる仕組みを作るっていう<ー>仕組みを作るっていうことだと。 思いますああなんか営業職との違いみたいなんでねよくなんかこう言われたりしますけれどもその営業との簡単に言うたら違いっていうのはどういうところなんですかで言いますと、まあ、自分が売り手の立場の方に立ちますと、まあ、利益とか売り上げみたいなことを考えてしまうと思うんですけども、はい、まあどうしてもその消費者にもっとたくさん買ってもらおうとか、はい、もう一本たくさん飲んでもらおうとか、はい、そういう。 まあのプッシュ型のですね、はい、あの押し付けるっていうかな、まあ、そういう流れになりがちだと思うんですけどマーケティングの場合はまあ基本はお客さんの立場から考えるっていうことですんで<ー>まお客さんに、はい、まいかに欲しいと思ってもらうか<ー>、えー、並んででも買いたいと思ってもらうかっていうこの引っ張る型のです、ね、引,っ張り引き出すような流れを作っていくっていうことをマーケティングは意識します。 ということやっぱこう営業職の方が直接的で,で短期間にいかにこうお客さんに買っていただくかって、うん、でマーケティングの方は割と長期間で,で間接的なその原因とかっていうのもいろいろ考えてだからビジネスチャンスを広げていくっていうようなそうですね、まあ、それを仕組みにしていくってことですのであそうか仕組みを作っていくて、えー、で営業マン一人一人が動いてたら大変ですけど、はい、仕組みにしてしまえばそれが勝手にというとあれですけどもお客さんが、えー 並んでくれたりとか、はい、どんどん噂が広がっていったりとかっていうふうになるわけですよね。ですから、お客さんのことをよく知ってないといけないですし、はい、それからまあライバル企業の動きとか、うん、社会の情勢とか、時代背景とか、はい、まあそういうことをしっかり把握しておくっていうことが、マーケティングではやっぱり大事になってくるかなと思います。は 言った大まかな話で言うたら右側通行にするのか左側に通行にするのかどっちの方がよりよく経済が回っていくかった社会のためになるかとかっていうのをも考えるようなそうですね、まあ、あの無理がないようにあのどちらの方がこうが円滑にいくのかっていうようなところですね。はあ、うん、すごいですね。そそそもそもでれに興味あの言ったら などこになね今ね、ちょっとその営業とマーケティングの違いで、因縁っていう言葉の、その因が直接的原因で、縁が間接的原因みたいな。なんかそんなとこ、なんかうっすら僕は今思ったんですけど、あのマーケティングとその仏教の根っこの、なんか共通点って簡単に。 多分奥深いんでしょうけどうん、うん、めっちゃ簡単に教えていただいたらどんな感じですマーケティングの視点で言うとその、まあ、消費者っていう言い方をよくしますけれども、ええ、消費者って、あのー、消費する瞬間しか見てないわけですよね、はい、でも人間はもっとこう遊んでたりとか、まあ、自分から物事を作り出したりとかするわけ、うん、あるいは神仏に乗ったりもするわけですから、はい、まあ人間そのもののことを理解していかなきゃいけないっていうことですね。はい、洞察しななきゃいけないけと そのあたりがそのマーケティングの,その人を洞察するっていうところがまあ宗教もまあやっぱその人間の内面の部分にこう向かっていくわけですから、はい、そういうところでこう根っこが通ずるのかなというふうにまあ簡単に言うとあの私の中ではこう共通してていいるっうところですね、はいはい、内面に向かっていってるっていうところがまず、うん、はあでも多分一番簡単に言ってくださったような気がするんですよ。 多分なんかそれ以外のところでもすごいなんか大きいパイプでつながってますよね。そうですねなんかあるんやろうなっていう。えーまあ、あのやっぱり人のが 人がそれぞれこう何に価値,観を価値を感じるのか,とか、はい、どんな意味を求めて生きているのかどんなふうに自分は暮らしていきたいのかっていうこと、えーはい、あるいはこう人生観とか善悪の基準とか、えー、まあ倫理観みたいなことですねそれってやっぱりえあの宗教の影響ってすごく大きいと思うんですけどもー、はい、マーケティングも、まあ、実はそういう側面があってお<ー>新しい商品を出したりするときにこれをどうやって人にとってもらうか。 っていうふうに考えると、ええ、その時代背景とかを踏まえながらですね、ええ、今この世の中にはこういう商品が必要じゃないですかっていう位置付けをするわけです、ね。すっとこう差し出すわけですよね。そういうところが、あのまあ深さはの違いは全然あるけありますけれども、はい、宗教とマーケティングってこう人の前にこうすっと出てくるような感じっていうのが共通してるのかなというの私は思ったりします。ああ確かにその仏教でいうところのその苦しみをねどう乗り越えていくのかっていうようなところのそのずっとこう2500年伝わってるようなこういう方法 があるよこういうふうにやってるよ、心理はこうだから、こう考えたらいいんだよみたいなのが、マーケティングでもそのお客さんのニーズというので、うん、こう一個一個こういうふうに、過剰書き的にも、パッぱッぱって案内できるようなってうそうですね、まあ、その心理学とか行動経済学とかっていうふうに言われるような、はい、まあ学問の知見なんかも、もう総動員しながら行っていくような営み、はあ、マーケティングですね。へえ<ー>、はい、じゃあ、今、その仏教界に必要なマーケティングっていうのは。 どういうところなんでしょうか。まあいろんな方が今チャレンジしてらっしゃる、あれいはもうすでにやってらっしゃると思うんですけども、まあ私は主にやっぱマーケティングという言葉を使わずにやるっていうことがすごく大事な気がしますねああ。うわあ、すみません、僕も素人なんですけどなんかそこをものすごいあの賛同させていただきます。うんうん、なんかあのそうですお寺さんにはあの縦文字で言ってもらいたい。 <laughs> なんかねその縦文字で言ってくれはるからこそあの黒柳徹子さん的のねあのいつもこう回答するとき縦書きで書くっていう黒柳さんのあのねポリシーすごい好きなんですけどやっぱお寺さんがこう縦で漢字でひらがなでっていうふうにやってくれはるからこそスクーターに乗ってる時にあの違和感がね僕らはふわっと面白くなれるっていうあ,<ー>あのスクーターボーズはやっぱりいつまでも笑かしてほしいんですよ。うん、やっぱお寺さんが横書きしだしたらスクーターとの違和感がなくなってきちゃうから。<laughs> 続けてしい勝ってない仕事目線なんですけどああでもその両さんのおっしゃるそういうなんかそのマーケティングって言葉を使わないっていう、うん、そこのなんか心はどういうところですかや,やっぱり受け手の立場から考えるっていうことこれはもう基本っていうか定石だと思いますんでそれをしていかなきゃいけないですけども<ー>その時こうマーケティングしてますっていうふうに言われたらいい気持ち誰もしないああそこはもうですね うん、でまあその基本的なその視点の持ち方あの受け手の立場から考えるっていうのは変わらないと思いますけれどもあ<ー>まあ具体的にはやっぱお寺を取り巻く人って たちとと対話を重なっていくってていいくうことでまあ当たり前に思われるかもしれませんけどもまあそういうところからやっぱ始まるのかなというふうにただまあ誰と対話するのかっていうところがやっぱり注意しないといけないと私は思ってましてまあいつもと変わらないメンバーと話し込んでもですねまあ同じような答えというか同じような意見しか出てこないと思いますのでまそうするとやっぱどんどん視野が狭くなっていくだけですからまやっぱ新しい視点を見 を取り込むための,あの出会いがやっぱりあの必要になってくると思いますでそれがいつもお寺に来てくださる檀家さんの息子さんの世代とかねとかふとお寺に来た人とちょっとこうお話ししてみたりとかする中であうちのお寺ってとかこのお寺ってそういう魅力があるんやなってこう気づかしてもらったりする。 ところから、うん、あの次の一歩みたいなものが踏み出せるんじゃないかなというふうに私は思いますね。ああじゃあもう世代も超えていろんな年齢の方とも話をするし、ま職業も,もういろんな人とっていう、うん。そうですね。いつものメンバーじゃないってことは大事だと思いますあ。あなるほど。うん、もうその中もう慣れっこでまい、あ、たらいつも通りのじゃないのがま次の何かに迎えるっていう。うね、はい。あ,あそういうことですか。いやありがとうございます。じゃ僕も参考にさせていただきたいと思います。<laughs> では最後に一分間のフリースタイル説法というのをいつもお願いしているんですが、はい、あの福井良夫さんの一分間のフリースタイル説法をお願いしてもよろしいでしょうかはい。お願いします、はいえー、今はですねあの昔なじみの常連さんたちの意見だけを聞きすぎることには注意しましょうというお話をしましたけれども、まあ、その根拠みたいなものはですね、えー、経営学とかマーケティングの領域で 言われるイノベーションのジレンマという理論がありましてまあそれを説明されますよくあの教科書に出てくる事例としてはカメラのフィルムメーカーとしてですねコダックとかポラロイドというのがあったと思うんですけども彼らはデジタル化の流れに乗らなかったので事業が傾いたというふうに言われていますで、その理由は自分たちはより良いカメラフィルムを作るということを変わらぬ目標にしたということで えまあ自社商品を愛してくれる常連さんを大事にしたんですけども、まあ、それによって視野が狭くなったそしてえ社会の動向デジタル化の流れを軽視したということによって、えー、この視野が狭くなるという方向にいってしまってこう必然的に失敗したというふうに言われています。まあ、マーケティングのの考え方ににおいいてはこの視野が狭くなるるというのを非常に恐れるんです,よ、ね、ですのでこうお仕事の場面だけじゃなくてまあ日々の暮らしにおいてもえ時折こう新しい風を入れてえ視野を広げるということを意識したいなというふうに思います。 ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今、うん、人間イオンモールっていう言葉がバッと降りてきたんですよ。<laughs> もうイオンモールのあの多彩さったらないじゃないですか。ないですね。ねえ、一、うん、個の街をあの建物の中に作り上げてるっていう、うん、あれ、ほんま考えをガーってこうイノベーションしたいと思うんですけど、うん、僕もね人間イオンモールでありたいなとは思ってるんですよ。 だから一応六足のわらじをね勝手に今履いてるんですけれどもなんかねまあでもあの一応プロはプロでこのお笑いという仕事っていうのはもう絶対一個の格っていう自分でねそこだけはもう必ずプロというふうにまあ周りから見られるということは大事にしてるつもりなんですけどうん、うん、でもなんかそのね 次に向かうそのマーケティングっていうので今のお話をお伺いしたらなんかイオンモールが頭に入ってきました <laughs>。ああイオンモールもまあ本当マーケティングの権元みたいなね。ねえ。でしょうからね。ねよくできてるなって多分こう、えー、自分が親になって子供ができたりと赤ちゃんができたりとか、えーはい、あれはまあ年老いた親を連れてった時とかに、えー、ああよくできてるなって感じることがいっぱい隠されてると思います。隠されてますねー。うん おもちゃ売り場充実してますからねあれ <laughs> 場所もねいいとこにあったりしますからね簡単なゲーム多いしね <laughs> <ん>な <laughs> いや<ー> <laughs> なんかねもういろんなところに学べるようなねところがあるかなってねまあそれも諸行無常ですねまあ子供の時なんてジャスコはいつまでもジャスコやと思ってましたけどもねいつかイオンになり今はもうイオンモールになってるっていうん。 いやすみません。ありがとうございました。ということで、今夜は和歌山県にある新言集鉱山寺のご住職、福井良王さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。 さて、この番組ではメッセージを募集しています。番組の感想や、日々の生きにくさを感じたら、軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグ、サタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。ここで一つ、石川県能登のカンブリさん、ありがとうございます。43歳、女性の方です。哲夫さん、毎週ありがたいお話ありがとうございます。いえいえ、私は20年近く前に父を突然亡くしました。心筋梗塞でした。月日がどれだけ流れてもうまく自分の中で消化できず、父の死を受け入れられます。 でし,たしかし8月の放送内容の随所に救われました死を受け入れるではなく折り合いをつけるという玉置さんのお話放送を聞きながら涙がこぼれましたまた哲夫さんの人間が完成したら死を迎えるという説持論だとはおっしゃっていましたが心から救われました父の死は私が結婚式を挙げてすぐのことでまた体調を崩していた母が入院し退院が決まった日の朝のことでした本当に父 はすべての役割を果たし完成しこの世を去ったのだと思ったな誇らしく回りそして心が楽になりました大切なお話聞かせていただきありがとうございましたどうしてもお礼お伝えしたくメールしましたこれからも放送楽しみにしていますありがとうございましたこれはねもうあのディレクターさんが読んでください僕が読むっていうのはもう本当にこれねありがたいやけどこのおこがましいんですよ 自分で自分のなんかええことを前回言ってたっていうこれはもうすいませんがディレクターさんのはいこのラジオに声載せないというポリシーが終わりかもしれませんがもうディレクターさんがねあのこうやって棒読みでいいから読んでくださいで僕が「おおやった!」とか言いますから「よかったね!」とかいやでも本当にや でも少しでも何かね、あのー、ふわっと心が楽になっていただけるっていうのは、ほんま、あのー、ラジオ、冥利につきますんで、ほんま、ありがたいです。えー、ノートのカンブリさんメッセージありがとうございました。番組ステッカーシートをプレゼントします。お楽しみに。というわけで、月日は白体の価格、あっという間に時が過ぎ去ってしまいました。来週もこの時間に仏教したいと思います。ここまでのお相手は、笑い飯の哲夫でした。あいした。 伝道教会プレゼンツ笑い飯施草のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道教会の提供でお送りしました